CGS をご覧の皆様、こんにちは、神谷壮平です。本日の日本の健康と予防医学はお二人の先生をお招きしてお送りしていきたいと思います。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと私上から目線で変な話ですけども今日はいつものスタジオじゃないところで撮ってまして、椅子が2つしかなくてですね、はい、急遽この脚立です。脚立しかないのでちょっとねそれもされかかるような感じでちょっと上からになっちゃうので失礼なんですけども、はい、ちょっとお許しいただきたいと思います。こちらです。今日本の健康と予防医学という番組の中で、まあ、ついこの間まで森部先生のシリーズをしてて、はい、で一番奥に座っていただいたのは高橋先生、名古屋からお越しいただいた内科医の先生で、内科医です、はい、杉田美穂さんの、ね、ゲストの回で一回自己紹介していただいたんですけど、はい、まあ、専門が糖尿病です、扱っておられるということですけど、はい、まあ、お二人に共通する点として私が思っているのは、今の日本の医療の仕組みとか健康、まあ、増進ですねの活動ってちょっと間違ってないですかというようなところで疑問を持っておられるというところが、まあ、お二人の共通点かなと思いまして、まあ、コンディショニングやスポーツのコーチとお医者様ってなんかこう一見かけ離れているようなんですけども、はい、私は勝手に共通項があるだろうと思いまして、今日たまたま同じ会場で撮っているので、まあ、最後ちょっと3人でいろいろ話をしたいなというふうに思うんですが、はい、ズバリ今回のテーマは今のやっぱり日本の医療制度とかって問題があるよねって思っておられるところをちょっとお二人それぞれ聞いていきたいと思うんですが、森部先生どうですか、まあ、前回の話が続きになると思うんですけど。そうですね、今抱えている一番大きな問題点は医療費の破綻が近づいてきているということですね、はい、もう随分前から言われて久しいんですけれども、うん、まあ、医療が、まあ、発達していけばですね、はい、まあ、当然のことながら、まあ、医療費って減ってもいいんじゃないかなって、まあ、素人的に考えたら分かるんですけれども、はい、そこでその例えばその高度医療が非常に桁外れに高いとかですね、はい、そういったまあ諸問題はあると思うんですけれども、もっとその予防医学の部分でですね、はい、まあ、未然に病気を防ぐことができるんではないかなっていうことをこう感じておりまして、まあ、民間の人間ではありますけれども、私が経営しているトレーニングジムあたりでは、まあ、実際その薬価でいうと5分の1ぐらいまでにまあ、減ってきているので、はい、その会員さんたちで常備薬飲まれている方いらっしゃいますね。例えば喘息だとか、はい、うん、そういったのでトレーニングを始めることによってトレーニングの習慣がついた、はい、体の中の体内の組成が変わってきた、基礎体力が上がったで、まあ、習慣が改善されたことによって食事もついでにまあ改善されていって、まあ、どれが一番効いたかは分からないけど結果として薬代が減ったという現象が起きてますので、はい、うん、単純にまあ数百人規模のジムではあるんですけれども、はい、これが一つのまあ行政区域に拡大したときに医療費って相当削減できるんじゃないかなっていうのはまあ個人的に思ってるんですね、はい、だからね、まあ、その病院に行って、ね、薬もらったり手術するだけじゃない方法で、健康をね、そうですね、こう増やして健康な人を増やしていけるというのを実践の場をお持ちなんで、はい、そういうことにもっとね予算とか人を費やした方がいいんじゃないかみたいな。そうですね、そういうことですね。まあ、実際検査しないとわからないこととかですね、はい、まあ、医療 の, そのお世話がなければ、はい、まあ、その生きていけないとかですね、はい、手遅れになっちゃう方 も当然いらっしゃるので、そういった部分をもっと手厚くすることによって例えばその医者不足っていうのも改善できるかもしれませんし、はい、その辺についてはまあもうちょっとですね、まあ、議論が必要じゃないかなとは考えてますね、はいはい、ありがとうございます。さあ高橋先生どうでしょう、はい、今の薬のことでもそうなんですが、はい、まあ、私はクリニックがあって門前調剤があって、で門前調剤のことを考えるとやっぱ薬出さなきゃいけない、で薬が結構高いで、まずそこら辺からですね、患者さんが来たら薬を出さなきゃいけないようなことを思ってしまうこの自分がいることと、はい、あと成果報酬、成績が良くなって患者さんがよく治したから実はお金が出るんじゃなくて、1回患者さんが来させることにお金をもらえるというこの診療報酬なので、だから実は何回か来させた方がクリニックは儲かるわけですよ、はい、これものすごいことで、だからいろんな特に昔はですね2週間ごとに患者さんを来させるわけです、はい、あんなことを今僕はしません。もう安定した人は2ヶ月に1回で結構ですって言います、はい、だからそういうふうに診療報酬の点数の取り方が あたかも来るたんびにお金を取る、そうじゃなくて、うん、例えばオーストリアみたいに、はい、もうかかりつけ医がいて、で患者さんとの契約でとにかく一月か、まあ分かんないですが半月でいくらと、で来なくてもお金をもらえると、はい、だから来ない段階で未病予防でとにかく健康にさせるというような、うん、そういう体系が整っているところ、うん、そういうような診療報酬を
にしてほしいですね。うん、まあ、日本でいうところは顧問弁護士みたいなもんですよね。月々払っておいて、はい、で弁護士の方からしてみればトラブルない方が仕事も減っていいし、トラブルない方がクライアントにとっても幸せということだから、なるべく問題が起きないように事前にね、はい、そういう、まあ、法の知識とかを与えておいて、その人がトラブルに巻き込まれないようにするのが本来の仕事なのに、逆に言うと今はこう問題を、ね、持ってもらわないとお金が入ってこないというような仕組みがおかしいから、逆に言うと森部先生のようにこういや予防で病気にならない方がいいんだよねっていう人が増えてくると、はい、お医者さん困っちゃう経営上ね。そうです、まあ、あと製薬会社が困りますね、はい、あそこは薬が売れなくなるので、うん、まあ、実際糖質制限、うちも糖質制限食やってるんですけど、はい、糖質制限をやると糖尿病の薬が減るんですよ、はい、で結果的にどうなるかというと、ある僕の地元の大学で糖質制限を叫んで論文を作ろうとした人間が大学の教授からお前は破門にするって言われてる事実があるんです。だからこの 体質を何とかしないと、まあ、大学も実は製薬会社からお金をもらってるわけですよ。だからこの辺のまあ金融資本主義というのか、この辺のシステムを何とかしないといかんなと僕は思ってます。森部先生なんかどうですか、そういう医療の話を今高橋先生が聞いて。そうですね、もうこれは現実だと思うんですよ、はい、高橋先生お話しされてるのが、はい、ただまあその、まあ、病院とはいえやっぱり経営体ではありますので、はい、まあ、ビジネスを指導する立場としてはですね、どうやってその経営していくのかっていうのを現行の法の下で作っていかなければいけないので、まあ、ジレンマはあると思うんですけれども、はい、実際まあ私なんかもお付き合いがある、まあ、ドクターの中にはですね、もう今の医療保険制度では国が立ち行かなくなる、はい、ということが分かってて、うん、自由診療に踏み切っておられる方も何人もいらっしゃるんですよ。へ、はい、でやっぱ大変だったらしいです、はい、立ち上げた当初がですね、はい、でまあ、元々ある、まあ、医療法人を買い取って、はい、まあ、そこでやってあるような方もいらっしゃるんですけど、やっと、まあ、患者さんが、うん、まあ、定着して、はい、まあ、その予防医学も含めてそこはまあ指導されてるんですけれども、うんうん、今そこと契約してですね、はい、うちからは週に1回、うん、そこ の, クリニック の, その従業員のための健康づくり講座とかをやらせていただいてですね、はい、まあ、そういう方が一人でも多く増えていけば、まあ、事例としては何か観察できるんじゃないかなと思って、まあ、一生懸命やらせていただいているところです、はい、そうですよね、やっぱり患者が増えないと儲からないっていう理屈があると ね、 そうですね、一向に減らない。だから森部先生の回で、ね、お話したように医療費は増え続けてっていう、そうですね、まあ、そういう仕組みになってますよね、うん、で多分高橋先生おっしゃらなかったけど、僕は思ってたりするのは、いや結局じゃあ、ね、製薬会社儲かるって、日本の製薬会社で国内でお金が回ればいいんですけどどうなんですかと、ね、まあ、銀谷緑先生ってこのシリーズに出ていた先生って、結局なんかジェネリック、それ本当に日本の薬なんですか、うん、ということですよね。じゃあそうやって薬を出してどこにお金が行くのかって考えた時に、日本人は一生懸命頑張って働いて、で最後ね貯めたお金を全部予備に使って、でそのお金は、ね、外国に流れていくってなればですね、なんか何なんですかこの生き方はみたいな、この人生はってなりますもん ね、 なりますね。あれやっぱ知られてないですからね、うん、はい、ただ薬価が下がってるだけだっていうことで言ってますんで、はいはい、いやしかもね、全くその同じものが安くなってるって言われてるけど、いや本当にそうなのっていうのも言われてる人もいらっしゃいますよね。特に今の話だと C 型肝炎の、はい、それこそ この9月から出た薬は、はい、もう大体完結半年ぐらいですけど、はい、700万ぐらいするんです。え、1人につき700万です。それは海外の資本の製薬会社です、はい、でうちらは名古屋市ですと、それは月々1万円名古屋市が取って、あとは全部国と名古屋市が多分払ってるんです。ただ700万ぐらい税金を持ってって、それが海外の、製薬会社が持っていくと、これ、まあ、まあ確かにいい薬なんですけど、こういう構図かって本当に思いますね、うん、もう嫌になっちゃいますね。700万です。すごい額です、ね、すごい。ただ C 型肝炎が 99% 治る、いや医学にはいいんですよ、うん、いいんですけど、なぜ日本のメーカーが作ってくれないんだっていう、まあ、ある意味のジレンマはありましたね、はい、まあ、とはいえ700万ってね、700万ですよ。で患者さん知らないですよ。患者さんはだって窓口1万円払うだけですから、他は全部、まあ、税金とかで賄ってるんで、患者さん全く分からない。 なんでその薬だけそんなね700分の1しか払わなくていいんですか。多分1回で終わるからです。 99% になるので、はい、今年来年で全員が撲滅するからということだと思うんですけど、それほどの薬なんですね。薬効くんですけど、でもそれは
でも、ね、それぐらいかかるということは本人にも言うべきだと僕は思うんですけどね、まあ、僕自身は脱してないんですけど、まあ、どこまでそれを喋ってるドクターがいるのか知りませんけどね、患者さんに。なんか昔ハリウッドの映画でね、なんかこう製薬会社が薬作ってで病原菌をまき散らしてね、その製薬会社の薬がないと命が助からないみたいなパニックを起こすって映画を見たことがあるんですけど、なんか今の話聞いてるとね、なんかそんなこともありうるんじゃないかと思ってしまいますよね。あんまりねそんな話ばっかりしててもあれなんですけど、でも現実問題として、はい、今 TPP なんかももうすぐ始まるじゃないですか、はいはい、そうなってくると本当に今医療制度を持つんですかっていう、はい、ね、うん、先生もう医療費も上がってるし、さらにそこに来てまた競争は激化するわけでしょ、も持たないんじゃないのっていうのはありますけど、その点なんか田口先生どうですか。僕自身は実は TPP はそう賛成はしてなくて、どっちかというと嫌なんですけれども、はい、うん、おそらく TPP が来たら日本はどうなるかというと、まあ、僕の予想通り、はい、まあ、民主党の塩崎先生にちょっと講演で聞いた時の話も含めて言いますが、はい、まあ、間違いなく病院が、うん、向こうの要は金融資本の元に下って、はい、利益誘導型の病院になる、うん、今の日本は実は病院医師が一応理事長にいるので、はい、なんだかんだって頑張るわけですよ、はい、もう要は採算ベースになっちゃうわけで、ね、もうそういうなんですか株式会社病院がなっちゃうと、はい、ほらもう見捨てられたらどんどん見捨てられて、うん、裕福の人だけやってる、まあ、そんなあの世界でいいのか、はい、だって反対に言うと TPP が来て医療がもしかしたらボンと行ってしまったら、うん、その時はまた新たに新しいものを作ろうよということも、まあ、ありなのかなって僕は思ってます、うん、はっきり言って、うん、で僕自身はさっき言った話ですけど、あのいろんな先生が言ってますけど、まあ、地域の方に例えば会員を作ってですね、はい、こういう CGS のいろんなところのこのメンバーも作って、はい、そのメンバーの中でこう中でやるという形に今後はなってかざるを得ないだろうと。あ、僕はそう思ってます。そうありますよね、1万人なら1万人集まって、はい、みんなで定期的にお金を出して、はい、で信頼できるお医者さんと契約を結んで、そうです、もうその一番にはその人たちの、ね、はい、相談とかカウンセリングもしくは受けれますと、で、はい、無駄な薬はもう基本的に使いませんと、 その代わり月々決まった、ね、はい、保険みたいなもんですよね。 そうです、それは自費でやれば基本的には問題がないの で、うん、でそこでいろんなところで関わっていただくコミュニティをそういうことを作れば、それにはインターネットとかも結構面白いので、はい、それは面白いと思ってますね。こう一回しんどいもやするかもしれないけど、はい、その次のシステムを、はい、起爆剤になるんじゃないかっていうような考え方ですね、はい、これ先生今後、まあ、TPP だけじゃなくても、まあ、今の医療制度を破綻するだろうって言われてるっていう中で、なんかこう自己自身の取り組みでこんなことやっていきたいとかってあるんですか。まあ、やっていきたいというか、まあ、すでにまあやってることでもあるんですけれども、はい、まあ、病院と契約してる、まあ、件数がちょっとずつ増えていってますよね、うん、でまあ、それはまあメディカルクリニックということで、はい、あのメディカルフィットネスということでクリニックとまあ併設して、まあ、ジムを作ったりだとかするんですけれども、はい、うん、やっぱりその患者さんだとか、まあ、その地域の方々にとって、まあ、病院というのはやっぱ困った時、まあ、みんながみんなずっとこう鉄人みたいに生きていくわけじゃないので、はい、具合が悪くなることもあるわけですから、そんな時にやっぱり信頼できるドクターがいらっしゃるっていうのは非常に重要だと思うんですね、はい、でその時にまあ病院に行くんだけれども、その病院のすぐ隣にジムがあると、はい、でそうするとまあ非常にこう密接した関係が築けるってことはもう誰が見ても明らかなわけですよ、はい、ただまあこういったことをまあちょっとずつやっていきたいっていうのがありまして、うん、はい、今その件数が少しずつ増えていってるところではあります。うん、なるほどね、はい、でまあ僕の狙いとしては、まあ、そのクリニックでその、まあ、点数をもとにその個人の医療費って全部分かるじゃないですか、はい、だからここで治療を受けてでちょっとこう状態が良くなった人がここのジムで改善した結果、はい、1年後には医療費がこんだけ削減したっていう事例をたくさん集めて、はい、それを行政に売り込もうというふうに考えてるわけなんですよ。で、まあ、この行政区域でかかっている医療費が年間こんだけあるんで、はい、半分に減らすから、うん、減った分の3分の1はくれみたいな、ね、あ、なるほど、まあ、分かりやすく言うと、そういうようなことは十分できると考えています。なるほど、なるほど、はい、うんうん、まあでもね、下がりきっちゃったら収入がなくなっちゃうっていうところありますけど、でも改善するプロセスではそういうことすごく大事ですよね。そうですね、はい、まあ、ある意味再建屋みたいなものですね、企業のね、はい、でもう一つ考えてるのは、僕はあのサプリメントの会社もやってるんですけれども、はい、まあ、ジムの会員さんとかに関してはですね、うちのサプリメント買ってくれてる人は将来的にはもうタダにしようと思ってるぐらいなんですよ、うんうん、でまあ全国その購入者っていうのはいるわけですから、はい、その
毎月定期購入されてる方の比率の多いところに、うん、うちと提携するジムとかを作って、うん、そこの経費もサプリメントの売り上げから賄っていけるようなことが可能になってくるんじゃないかなと考えてます。あ、サプリですか。僕もねちょっと飲んでたりするんですけど、でもねこの間ちょっとアメリカに長い人に話を聞いてたら、アメリカサプリメント取ってないらしいんですよ。僕アメリカサプリ大国だと思ってたら、何してるんですかって言ったら、スーパーフードって言って、要はいい食べ物ですね、無農薬とか無肥料のいい食べ物を粉末とかにして、それをもうスムージーにして飲んでると。だからそのスーパーフードって言われる粉末とか食料がコンビニ並んでるんですって。だからもうその薬品っていうサプリメントも一種薬品みたいなものに近いから、そうじゃなくてもう食べ物でやっぱり取りましょうっていうのに原点回帰してるらしくって、ですからなんかこうトレーニングと医療と食と、ね、はい、医食同源ということなのに、うん、もうこれトータルケアするようなそういうコミュニティを作って、で逆に言うともう食べ物買ってくださいと、うちから、うん、でそれしたらいろんな、ね、医療のケアとかそういうトレーニングのサポートとかをこう安く、ね、受けれるようにしますよと。だからいいもの食べて体使って、でもし何かそれでも支障があったら来てくださいねみたいな、基本的にまあその人をいかに健康に保つかみたいなのをこう連合ですね、はい、作っていくといいんじゃないかな。今ねなんかサプリメント会社サプリメント会社も儲けようとしてる、ジムはジムでやろうとしてる、で、医師は医師でやろうとしてる、うん、みんながこうねこうターゲットで、まあ、顧客ですよ、はい、目指してすると。だからみんなそれぞれお金払ってるわけで、そうじゃなくてなんかそういうところが本当に顧客の利益を考えてみんなで連合を組んで、でもそれがいいものであればちゃんとした収入にはなると思うんで、そういうふうな形でしていくと、まあ、国民全体がね健康維持できて、うん、全体でかかるその地域もしくは国の医療費が下がるというような形になるんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、まああのまあ、小さな単位でもいいのでまず事例を作らないと、うん、多分やっぱ説得力がないので、それを今、まあ、うちはまあ民間でできる範囲の中で、まあ、やろうとしているところだったんですけれども、うん、はい。いや私もあのレマプロジェクトっていうのをやってまして、いろんな、ね、町の首長とか、うん、若い議員とかがいて、まあ、みんな医療費問題だって言うんだけど、うん、じゃあどうすりゃいいのっていう会は誰も持ってないんです。誰も持ってなくて、でおそらく政府のとか厚労省がやってるようなことでやってても先生の先のグラフじゃないんですけど、まあ、多分このまま破綻するよねというような形で、はい、もうなんかこうよく最近僕この例えですけど、もうなんか大東亜戦争末期の軍部みたいな感じでもう負けるって分かってるけど、でももう今までこれでやってきたし、もうやらざるを得ませんみたいな、もうたくさんの人も亡くなったからもう最後まで戦いに行きますみたいなところになってしまうと、結局後でねあのドーンと来るので、まあ、これじゃまずいなって気づいてる人がやっぱりこうやって集まってちょっと情報交換して、はい、まあ、もちろんそれぞれにね仕事をしてるわけだから、それはまあ収入の生活の糧として維持しつつも、でもやっぱり僕の政治の仕事してる先生と教育の仕事してるお医者様、これね共通点みんな聖職って言われた職業なんですよ。あ、そうです ね聖職者だからやっぱり自分の利益もさることながら、一番はやっぱりそのね向かい合う人たちの幸せとかね、そういうことに時間とか人生使うから聖職者なわけでしょ、うん、だからその聖職者としてのプライドというか誇りをね、うん、もう一回こういった職業に携わる人間が取り戻して、うん、あの行くことが大事なのかなと。そうですね、ですから私は今日先生方来ていただいたのも、まあ、筋トレは教育であるとかね、医療もこのままじゃダメだっていうことを言ってらっしゃる方、はい、最近僕の周り増えてきたので、うん、ぜひこういったのを配信しながら、うん、皆さんにも理解していただいて、はい、いいネットワークを作っていって、はい、先生がおっしゃるようなモデルをこう、うん、我々の、ね、仲間内で作り上げていければいいなと、ね、はいはい、いうふうに思っておりますので、まあ、まあ、インターネット使えばそれが可能な時代だとは思いますよね。来ましたよね、はい、もうやりたいですね、はい、ね、はい、ぜひあの今日のきっかけにまたここのつながりも作っていただいて、あ、はい、あの大阪、福岡、名古屋、はい、ね、患者東京の人はいませんけど、後で合流するので、はい、ね、それぞれの地域でですね、はい、ちょっと仲間を集めてなんかいいネットワーク作れたらなというふうに思います、はい、今日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。